これ痩せすぎ。ベルトなら4個分痩せて、ウエストマイナス12センチ、さらに体重マイナス6キロ。最後に、腹筋の100倍の効果がある、秘密のネットバッグ入ってます。風船寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。肘をついた状態で、お腹だけ持ち上げます。膝はついたままで OK です。膝つきプランクです。わざと猫背を作るイメージです。目線はおへそ覗き込むと、わざと猫背ができてしっかり腹筋に効きます。腰が痛い方、無理しないでください。どうしてもきついよって方は、肘をちょっと手前、自分の方に引きましょう。ただしっかり猫背を作る、おへそを覗き込むこと、忘れないでください。腹筋効いてる感じありますか？きつい方無理しないで、呼吸止めないで、ふぅ、しっかり腹筋意識して。よし、オッケー。そしたら両手を耳の横につきます。そのまま上半身ぐーっと起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚ありますか？腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋が伸びてきます。腹筋を伸ばすことが目的です。腰が反って痛い方は無理しないでください。呼吸を止めないようにしましょう。最初に言った僕の動画の秘密なんですが、デッドバッグやる前にですね、必ずこうやって腹筋のストレッチ入れるんですね。腹筋に柔軟性がないと、くびれできなかったりとか、腹筋割れづらかったりします。なのでね、しっかり腹筋の柔軟性つけることも大切です。OK です。そしたら上半身べちゃっと寝かせましょう。次、左足を右、こっちに持ってきます。で、左のお腹の前面、ここ、伸ばしましょう。上半身はべちゃっと寝かせておく。で、左のつま先、誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていくと、左のお腹の前面、伸びる感覚あるはずです。上半身がこうやって浮いてると全然伸びません。上半身はべちゃっと寝かしちゃいましょう。左のつま先、誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていきましょう。伸びますか？伸びない方はいろんな角度試してみましょう。腰が痛い方はね、絶対無理しないでください。ふぅ、呼吸を止めないで。よし、OK、逆いきます。上半身はべちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、ストレッチしていきます。こちらも同様に、つま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていきましょう。上半身はしっかり寝かしておきましょう。腹斜筋というですね、くびれや、くびれをね、作るのに大切な筋肉をストレッチしてます。腰、肩痛い方絶対無理しないでください。でですね、デッドバッグでお腹にするために、あともう一つ重要なのが、背骨周りの柔軟性なんですね。なので、次の種目で背骨周りの柔軟性つけていきます。OK です。そしたら、四つん這いになりましょう。スマホはね、見やすい位置に置いておきましょう。こんな感じで四つん這いになります。つま先立てて OK です。で、このまま、おへそを覗き込みながら、しっかり背骨を丸める。逆に、ゆっくり反らせる。しっかりおへそ覗き込みながら背骨をしっかり丸める。ゆっくり反らせる。これスピードは全く重要ではないです。普段動かさない範囲までしっかり背骨を丸めて、ゆっくり反らせる。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。スピード勝負じゃないですよ。しっかりおへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。膝痛い方はね、膝にクッション引いたりとか、布団とかベッドの上でやっても大丈夫です。しっかりおへそ覗き込む。よし、オッケー。そしたら次、上向きになります。スマホ持って、上向きになりましょう。枕ある方、枕使った方がいいと思います。上向きになったら、まず、右足、大きく回していきましょう。内から外に回しましょう。自分から見て、反時計回りですね。ゆっくり大きく回していきましょう。反対足立ててても大丈夫です。普段動かさない範囲で、大きく回すことが目的なので、ゆっくりで大丈夫です。股関節ゴリゴリになるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、オッケー。逆足いきます。左足を内から外に回します。内から外に。こっちはね、ご自身から見て時計回りです。大きく回していきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。
どうしてもね、股関節ゴリゴリ気になるよって方は、概要欄のかなり下の方にね、股関節ゴリゴリになる方用の動画貼っておきますので、ぜひ試してみてください。で、たまにね、この股関節どっち回しかわかんないよって方いるんですけど、これ逆回ししたとしても、ダメな方向ってないので、まあ、間違えたとしてもそんなに問題ないです。痛みない範囲で大きく、普段動かさない範囲で回すことが目的です。呼吸は止めないで。オッケー。そしたら次、膝曲げたままですね、前ももをお腹にぐっと近づける。前ももをお腹に近づける。下っ腹、効いてる感覚ありますか？スピード勝負じゃないですからね。しっかり前ももをお腹に近づける。上げた時にこうやってお尻が床から浮くぐらい上げると、より下っ腹効いてきます。頑張れる人は足下ろさないで上げっぱなしでいいですが、きつい人は一回下ろす、持ち上げる。一回下ろす、持ち上げる。これ繰り返していきましょう。呼吸を止めないで。頑張って。きつい。よし、オッケー。そしたら次、休憩ストレッチです。左足を右、こっちに持っていきます。で、左膝床について、左肩もなるべく床に近づける。こんな感じです。左のお尻、腰、背中。このラインですね。ストレッチかけていきます。どうでしょう、伸びる感覚ありますか？これ休憩なのでね、そんな無理にギューッとねじる必要ないです。腰、お尻、背中伸びてれば、それで OK です。呼吸だけね、止めないようにしましょう。このお腹周り痩せるにはですね、腰、お尻、背中の柔軟性も必要なので、しっかりね、呼吸止めないようにして伸ばしていきましょう。OK。逆行きましょう。右足を左、こっちに持っていきます。膝、床につけて、右肩もなるべく床に近づける。こうすると、お尻、腰、背中、この辺がね、伸びてくるんじゃないかなと思います。どうでしょう、皆さん、ついてきてますか？一応ですね、皆さんがやりやすいように、各種目の秒数とか、種目と種目の間の秒数、かなりこだわって作ってるつもりなので、もしね、ペースが速い、遅いあればコメントで教えてください。で、一応もしね、きつい方は、各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度をね、早めたり遅めたりして、自分がね、やりやすいように続けていただければと思います。OK、上向きになりましょう。そしたら次、みんな大好きな自転車漕ぎ行きましょう。早くってよりも、なるべく高い位置でやりましょう。こうやってお尻が床から浮くぐらいの位置でやると、かなり下っ腹お腹に効きます。頑張って。もし腰が痛い方、空いてる手をお尻の下、こうやって入れると、だいぶ腰への負担が減ります。なるべく高い位置でやると、下っ腹効きますからね、頑張って、呼吸は止めないで。はぁ、きつい。頑張って、これ頑張ったら、次は休憩ストレッチです。頑張れ、頑張れ。きつかったらサボってもいいです。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あと少し。よーし、OK。頑張った。そしたら一回、膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、その状態で、つま先を内、外、ねじります。股関節付け根から動かすイメージ。休憩ストレッチです。これ休憩なのでね、まあまあ、呼吸止めないように緩く股関節動かしましょう。で、次からね、デッドバーグ入ってくるんですが、最初に言った通りね、最後、めちゃくちゃきついデッドバーグ入ってますので、緩くね、サボりながらでいいので、最後まで一緒に頑張れたら、結果出ます。でね、結構メジャーを、ご自宅で持ってないって方いるので、ウエスト測りたい場合はね、100円ショップ、最寄りの100円ショップ行けば、メジャー100円で買えますので、ぜひ買ってみてください。OK です。行きますよ。そしたら、まずは、手を真上に上げて、膝曲げたまま足を持ち上げる。この状態で、ちょっとお尻が床から浮くぐらいまで上げて、肩甲骨もちょっと浮かせてキープ。お腹効いてる感じありますか？首腰痛い方は無理しないでください。こうやって一回一回サボって、ちょっと上げてるのもいいです。頑張れる人は、お尻ちょっと床から浮かせて、肩甲骨も床からちょっと浮かせて、この状態でキープ。頑張れ頑張れ。スマホね、持ってる方は一回床に置くか、どっか立てかけておいてもいいと思います。ちょっとスマホ見ながらだときついと思うので、腹筋意識して、腰に対して絶対無理しないで、頑張れ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 。うわー、足 OK。もう一回次、休憩行きましょう。こんな感じで足の裏合わせて、膝外に開きます。パターパター。股関節ストレッチながら休憩しましょう。そんなね、硬くて外開かないよって方も大丈夫です。休憩ストレッチなので、まあまあまあ、緩く動かして休憩しましょう。まだまだこの後ね、デッドバグ待ってますので、
デッドバグがいた後、4種類かな、ありますので、お楽しみにという感じです。呼吸は止められて頑張って。次デッドバグいきますよ。スマホはね、引き続き床に置いとくか立てかけておくといいと思います。オッケー。そしたら手を真上に上げて、足も持ち上げます。膝曲げたまま。で、右手を上げて左足伸ばす。戻す。左手を上げて右足伸ばす。戻す。繰り返しましょう。ゆっくりでいいですよ。腰痛いし絶対無理しないで、ずっとお腹に力入れて、わざとね、猫背作っとくイメージです。ふぅ、きつい。左手と右足。ふぅ、右手と左足。頑張って、お腹意識して、ふぅ、腰痛かったらサボってもいいですよ。もしくはね、これぐらい中途半端に手と足上げる感じ。これでもね、十分効きます。頑張れる人はしっかり手を上げ切る。足を伸ばし切る。ラスト一回。うわぁ、初級頑張った。きつい。そしたら次はですね、ドローイン行きます。息吸って限界までお腹膨らませましょう。これ以上膨らまないよってとこまで息膨らませましょう。限界まで膨らまして、ゆっくり口から吐いて。吐いて吐いて吐いて。ふぅ、吐いて吐いて吐いて。吐き切ってお腹へこませて。ふぅ、吐いて吐いて吐いて。ふぅ、吐いて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 。よし、もう一回吸って。限界まで吸って、お腹膨らまして。ゆっくり口から吐いて。ふぅ、吐いて吐いて吐いて。ふぅ、吐いて吐いて吐いて。ふぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。ふぅ、吐いて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 。よし、オッケー。そしたらスマホ持って一回うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横につきます。上半身をぐーっと反らします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚ありますか？腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋に効いてくると思います。腹筋が伸びてればそれで OK です。腹筋使ったらね、しっかりね、伸ばしてあげるっていうのも、お腹痩せのポイントです。よし、OK。そしたら上半身べちゃっと寝かしちゃって、この状態でお尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返しましょう。ギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。頑張って。お尻の穴ギュッと締める、緩める。ギュッと締める、緩める。で、お尻の穴しっかりギュッと締め切ると、内もももね、力入る感覚あるんじゃないかなと思います。ギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。頑張って。きつい。ゆっくりですよ。スピード勝負じゃないですからね。しっかり締め切る、緩める。しっかり締め切る、緩める。ラスト一回しっかりギュッと締めて、緩める。オッケー。引き続き、次上半身寝かしたまま、かかとをお尻にパタパタ動かします。裏ももとお尻の境目。この辺りで筋肉使うので、こういった空いてる手でね、ここを添えて、あー、この筋肉使ってるなーって感覚があれば、OK です。ゆっくりでいいですよ。裏ももお尻の境目。ここ使うことが目的です。これなんでね、お腹痩せなのに、この裏ももお尻の境目、ここを使うかっていうと、結構ぽっこりお腹の方って反り腰の方が多いんです。で、反り腰の方って決まって前ももの筋肉使いすぎて、前ももがすごい発達してるので、裏ももお尻の筋肉が弱いんですね。なんでしっかりここもね、使えるようにして、お腹痩せしましょう。頑張って。オッケー。そしたら上半身べちゃっと寝かしたまま、次左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここをストレッチかけてます。べちゃーっと上半身寝かしといてくださいね。左のつま先、先ほどと同じように誰かに引っ張れてる感覚で、ぐーっと斜め後ろ持っていくと、ここ伸びます。上半身が浮いちゃうと伸びません。上半身はなるべくべちゃーっと床につけておきましょう。伸びない方、いろんな角度で試しましょう。誰かにつま先引っ張られてるイメージです。腰が痛い人絶対無理しないでくださいね。呼吸を止められて。よし、オッケー。逆行きましょう。上半身めちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹の前面、ストレッチしていきます。腰が反って痛い方は無理しないでください。頑張れる人はつま先ね、誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていくと、右のお腹の前面伸びてきます。上半身が浮いちゃうと伸びません。上半身はべちゃっと寝かしておきましょう。
で、皆さんすいません、先に謝っておきます。ちょっとですね、最後のきつい種目の前にもう一つだけめちゃめちゃ効果的なきつい種目ちょっと入れさせてください。これがね、有酸素運動の効果もあってかなり効果的なので、ちょっとねきついと思うんですが、一緒に頑張りましょう。 OK。 そしたら僕と同じようにこんな感じで四つん這いの状態作りましょう。この状態から前ももをお腹に近づける。頑張って、頑張れ、しっかり前ももをお腹に近づけて、めっちゃ腹筋に効きます。きつい人はね、手をちょっと手前に引くとだいぶ 楽になります。手が遠いときついです。手は手前に引いて、で、頑張れる人はリズムよく前ももをお腹に近づける、頑張って。さらに頑張れる人はこうやってもっとリズムよくやってもいいけど、いいですが、まあ近所迷惑にならないように、なるべく前ももをお腹に近づけて、きつい、頑張れ、あと少し腹筋意識して、うわーし、 OK。 もう一回上半身ベチャッと寝かして、両手を耳の横つきましょう。ぐーっと上半身垂らします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感覚ありますか？腰が反っていた人はこうやって肘ついて持ち上げてもいいです。いつもならね、これでおしまいなんですが、最後におすすめの最強デッドバグ、腹筋100回分の効果があるやつ、一緒に頑張りましょう。ちょっと最後ね、もう一回仰向けになりますので、スマホ持って仰向けになる準備しておいてくださいね。腹筋伸びたら OK です。 OK。 そしたら最後に超きついデッドバグやりましょう。上向きになりましょう。スマホは床に置くか立てかけておきましょう。そしたらね、ですね、両手を万歳します。で、この状態で手と足同時に持ち上げて、腹筋使ってる感覚ある状態で、これで手を振る。頑張れ頑張れ、めちゃめちゃきつい、頑張れ頑張れ、あーきつい、頑張って、腹筋に効いてますか？頑張れ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 、きついきつい、頑張れ頑張れ頑張れ、腹筋意識して、頑張れ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 、腹筋意識して頑張れ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 、きつい、頑張って頑張って頑張って、よし、オッケー、よく頑張りました。もし物足りない方は概要欄の追加の動画ぜひやってみてください。もう全然ズボラじゃないです。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。